古代エジプトの腰布、テーベ墓地の壁画シェンティとは、エジプト皇国時代から新王国時代にかけて広く、男子一般に用いられた腰布のこと。シャンティ、ロインクロスとも。皇王国時代の初期には、女子も着用していたが、好意の女性の衣装から徐々に、肩紐で吊る形式の筒型のワンピースドレスに移行し、着用されなくなっていく。 広国時代から中央国時代の最盛期に至るまで男子の衣装は身分の上下を問わずほぼこのシェンティのみであった。多くは薄手の白浅や甘性で染色は施されないことが多い。竹は太ももの半ばから膝上程度の短いものかすねにかかるほどの長いもので腰を飾り帯で締めて着用する。身分の低いものは 短い布地を腰に巻きつけただけの素朴な衣装であったが身分が高いものは細かくひだをたたんで長い布地を装飾的に優雅に着装していたまた貴族や神官のような特権階級は王を真似て固く乗り付けをした三角形の前だれを正面に下げていた貴族出身の神官はシェンティ以外にも権威の象徴として ヒョウの毛皮を肩にかけていた。ルーブル美術館の収蔵品である、第四王朝時代の新官ネフェルトヤプト王女のレリーフには、ヒョウの毛皮をドレスのようにまとった王女の姿が表されている。新王国時代には、最小、布告官医師長または個人の彫像などの衣装に、女子のものに似たチュニックが見られる。ファラオのシェンティは、 パーニュという別名でも呼ばれ、細かく、だが畳まれ、両端が丸く立ち落とされて正面に細い垂れ布がついている。白一色のものもあったが、白に青や黄色や緑といった鮮やかな色彩のストライプ模様が入る豪華なものも多かった。さらに、王の象徴として黄金の三角板に紋章を浮き彫りにした全飾りを下げた。 女子の衣装は一本の肩紐で斜めに吊った。父上もしくは、父下からくるぶしに届く、竹の筒型のワンピースドレスで、男性同様に比較的身分の高いものは細かく、だをたたんでいた。また、メシスや踊り子の女性は陰部をかろうじて追うだけの、面積しかないビーズの紐や、短い前掛けを身につけていた。 エジプトのハントが最大となった第18王朝、頃から小アジアからカラシリスと呼ばれる肌が透ける、薄布の上着がもたらされ、比較的豊かな身分の人々の間に広まるようになる。この後もシェンティは広く使われていたが、プトレーマヨース王朝におけるギリシア文化流入を受けて、ギリシア風の衣装にとって変わられた。ありがとうございます。